ようこそたまらの皆様、にーたまごです。相手と離れている時に LINE で連絡を取り合いますね。もしかしたら直接会っている時間よりも LINE 上でのやり取りの方が多い方がいるかもしれません。 LINE では表情からの情報収集ができないため、直接対決が苦手な羊小僧たちはこれを見て攻略していきましょう。言葉と心情は深く結びついています。嬉しい時にはよくこの言葉を使っているな、怒っている時にはよくこの言葉を使っているな、というのを日頃から探しておきましょう。また嬉しい楽しい時にする話題、こちらも重要です。例えば友達と遊ぶことが楽しい嬉しい話題であるならば、落ち込んでいる時にその話題は出てきませんよね。文章からある程度の感情が読み取れます。また文章だけではなく、よく出る単語や相槌なども覚えておくと、より相手の感情を読み取りやすくなるでしょう。これは単純接触効果、ザイオンス効果と呼ばれるもので、繰り返し接することで好意度や印象が高まるという効果です。1986年アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスが論文にまとめ知られるようになりました。俳優やアイドルなど、最初は特に何も思っていなかったのに、繰り返し見ているうちに魅力的に思えてきたり、変だなと思っていた CM やキャッチコピーを自然に口ずさんでいたというのもそのためです。おはようをひろと、おはよう西、この日何してるをめい、この日何してるに変えてあげましょう。相手の名前を文章にたくさん入れることによって好意度がぐっと増します。たくさんといってもやりすぎは NG ですので、適度に入れてあげましょう。完結強化の法則を使いましょう。これは毎回報酬をもらえるよりも、もらえるのかもらえないのかがわからない状況の方が、報酬をもらおうとする行動が積極的になったり、また長続きするという効果です。 LINE のやり取りが頻繁になってきたなと思うところで、返信をピタッとやめるのです。すると、え、なんでだろうという不安な心理状況に陥ります。うまくやり取りができていたはずなのに、 LINE が来るのか来ないかわからない状況になりました。これこそが完結強化の法則が最大に発揮される時です。簡単に相手を満足させないことが重要です。いっぱいいっぱいじらしましょう。その名はミラーリング効果。これは自分と似た表情や仕草を行う相手に好感を抱くような効果です。相手から LINE が来たら、私もちょうど LINE しようと思ってた、ここ行きたいんだけどと言われたら、私もちょうど同じこと言おうと思ってたというのです。大切なのは同じであることを強調することです。または相手の言葉遣い、口調などを合わせてみるのも良いです。そうすることで無意識的に、あ、この人と感覚似てるかもと思わせることができ、あなたのことを好意的に受け入れやすくなります。カリギュラー効果です。これは禁止されていることほど逆にやりたくなってしまう心理効果です。これを見ているたまらの皆様にはしてほしくないですが、不倫や浮気もカリギュラ効果の影響でより情熱的な恋愛に発展してしまうのです。このカリギュラ効果の活用方法は、これ以上 LINE すると楽しすぎて寝れないから寝るね、何々すぎて禁止と伝えてみるといいでしょう。 LINE を制限する発言をすることで、あなたともっと LINE したい、あなたともっと話したいという欲を強めます。絶対押すなよと言われたら押したくなりますよね。これもカリギュラ効果によるものです。どん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 活用して LINE したいという気持ちを引き出していきましょう。以上、 LINE の恋愛攻略法でした。これからさりげなく試してみてくださいね。これが通用しないドラゴンもたまにいるのでご注意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。バイバーイ。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。